今プロヴァンスのアビニョンに来ております。見えておりますのはアビニョンの世界遺産とか歴史地区になりまして、ユネスコの世界遺産に指定されている前方、まずこれちょっと左側、聖母マリアが一番上に立っているのがノートルダム・デ・ドン、ドン大聖堂と呼ばれます。ゴシック建築の大聖堂、そして右側が鳳凰庁になりまして、今ですね、ちょうど実はこのローヌ川になるんですけれども、ローヌ川クルーズ、パリのセーヌ川クルーズのように、このように変わるな、お船でローヌ川をクルーズされる方もたくさんおられます。ちょうど今ね、前方を通っております。このまま今アビニョンからですから北の方へ今向かっておるので、マリオの方へ行ったりもする、宿泊もできるお船がこのローヌ川クルーズされております。で、この鳳凰庁ですけれども、ローマにある法王が1300年初期にこのアビニョンの方にやってまいりまして、そして北東部、今ちょっと工事しておるんですけれども、そして南西部というように大きなこの法王庁がアビニョンに築き上げられました。そしてこの横手ですから、ちょうど今お船が向かっている方向なんですけれども、サンベネゼ橋もしくはアビニョン橋と呼ばれます。羊飼いであるベネゼ少年が夢で神のお告げを聞きます。このローヌ川、常に氾濫をしておりまして、この左側の方へ渡るための術がありませんでした。ですからここに橋を架けろという神のお告げを夢で見ます。それをこのアビニョンの巡礼に伝えますが、誰も言うことを聞かず、信じることができず、この大きな岩を少年に持ってみろと伝えたところ、伝説によりますと力がみなぎり、そしてベネゼ少年はなんと片手でその大きな岩を持ち上げるということになります。これが橋の基盤になるであろうと、そこで、周りの者が信じまして橋が築き上げられます。今私がいるのは中洲バルテラスという中洲になりますが、さらにその西側にあるビルヌーブ・レ・ザビニオンという場所まで橋はつながっておりました。また当時は木で作られておったんですが、何度もこのローヌ川氾濫により壊され、修復も何度もされましたが、最終的にアーチ4つが残る部分のみがですね、残されております。アビニョンの橋で踊ろうよ踊ろうよというね、歌も童謡もあるこのアビニョンの橋、サンベネゼ橋になります。ですからこのサンベネザ橋とこの鳳凰庁があるアビニョンの北側の地区がユネスコの世界遺産歴史地区となります。で、この私がいる、中洲と呼ばれているのが、ローヌ川ですね。実はスイスレマン湖の方が水源で、そこからフランスの方には第三都市リオンに入り、でリオンからどんどん南下し、このアビニョンの北側で二手に一旦ローヌ川が分かれます。その中間にいるのが私がいる中洲で、そこからですね、このローヌ川アビニョンを越えたらまた一旦一つになり、そしてゴッホも10ヶ月ほどおりましたアルルの町で二手に分かれて地中海へ流れ込むというローヌ川になります。アビニョンにお越しになられたら、この中洲イル・ドゥ・バルテラス、バルテラス島ですね、島中洲の方に来ていただいて、ぜひこの景色をご覧ください。